い、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。というわけでね、今回はタイトルにも書いてある通り、なんとね、ペンタブレットをご提供いただきました。ちょっと早速見てもらいましょう。こちらです。白飛びして他周りが黒くなっちゃう。かなりシンプルな箱だよね、これ。メーカーはこちら、ガオモガガオモンガとりあえずこれですね、ガオモンです。どうやらね、海外のメーカーらしいんですよね、こちらのガオモンさん。 M106K です。箱の裏もね、かなりシンプルで、英語で書いてあるもんだから、何が書いてるか僕にはよくわからん。まあ、これ絵を見てもらう通り、パソコンとつなげて使うもんですよっていうことはかろうじてわかる。まあ、とりあえずあれだね、実物見てもらった方が早いよね。って言っても僕も今初めて見るんだけどね。とりあえずちょっと開けてみよう。よし、ほい、いきます。オープン。そのまま入ってる。あ、すごい、なんかいい感じにもうぎっちり詰まってるわもう箱ぴったし。一緒になんかこんな紙が入ってたんだけど、ドライバーマニュアルダウンロードと、このペンタブをパソコンで使うのに必要なドライバーをインストールできるようの多分サイトの URL だね、これは。で、こちらが本体ですよ。ちょっとこれ後でまた説明するんだけど、ここにたくさんほらボタンがついてるんですよね。上のところにもね、なんか 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、 なんか16までとりあえず数字が書いてあるんですよ。とりあえず箱から出してみよう。よいしょっと、程よい厚み、だいたい iPhone ぐらい。これで、あと本体以外付属品は、お、なんだこれ、なんか布のケース。開けてみよう。よいしょ、あー、返信かな。なんか芯の形が特殊というか、今まで僕が使ってたペンタブと違う感じなんだよね。で、このリングの部分でペンの先っちょを引っこ抜くやつで、ペンタブ使うのに絶対必要なこれ、ペン。お尻の方にガオモンって書いてありますね。で、これ先端にね、これキャップが最初からこうついてて、で、これが先端と、先端の部分を保護してくれるキャップがついてますね。ほいで、あとは取り扱い説明書で、あー、まだある、まだある。ここの隠し扉だな。よいしょ。ケーブル類、片方がミニ USB つんだっけ、ちっちゃい方と、あと普通サイズの USB、 これでタブレットとパソコンをつなげると。で、もう一個ね、なんかコードが入ってて、これは先端が割と細くて丸っこいやつ。これはね、ペンの後ろにこうプスッと刺して、これでね、なんか充電して使うらしいんですよね。とりあえず入ってんのはこんなところかな。じゃあちょっと僕のこのパソコンとつなげてみましょうか。パソコンの角っこにムカデ屋のシール貼っときました。はい、というわけでパソコンの方にね、ドライバーは無事インストールできました。気を取り直していこう。まだこのパソコンとタブレットの方を接続してない状態だから、ちょっと接続するところからやってみよう。まずね、これボタンが大量についてる方に、これね、小さい方の USB を接続する方があるから、こうガチャーンと、ほいでパソコンのこっちだ、 USB の方によく差し込めば、どうだ、デバイスが接続されましたと認識してくれましたね。ちょっと待って、ペンどこやったっけ。ペンどこだ。ペン、ああ、あったよかった。こう同じようにパソコンに接続して、よいしょ、これで、おー、光った。これほら、ここが赤く光ったから、これで充電ができてるってことだよね。さあ、もう動くのかな。よっ、動かない。充電が足りてない的なサムシングだったわ。このペンの先をちょっと近づけると、ほれ、動いた。こう動くんですよ。このタブレットとペンの間を開けて、ちょっと浮かした状態じゃないとこうやって動かないんですよね。クリックはタブレットにペンをこうカチッってやれば、こうクリックができますと。だから、ね、ずっとこの部分にペンを押し付けたままこう動かすと、ドラッグ状態になっちゃうんだよね。マウスってさ、いちいちこうやってカシャカシャ移動させないといけないけど、これはもう画面のどこにでもこうポンポン飛んでっちゃうから、かなりね、普通の作業も早くなると思う。多分慣れればね、マウスで作業するより色々と早くなると思うんだよね。ほいで、ここのさっき言った大量にあるボタンなんですけど、これはショートカットキーを割り当てるためのボタン。ここで設定ができる。今僕が使ってる Mac ではコマンド Z で一つ前に戻るとか、コマンド C でコピー、コマンド V でペーストみたいな感じで、格ゲーで言ったらコマンドみたいなもんだよね。
決まったボタンを押すとその決まった動作をしてくれるっていうショートカットキーっていうのがパソコンには大体割り当てられてるんですよ。まあ Windows だったらコントロール Z、コントロール C、コントロール V とかまあいろいろ大体コントロールをしながらアルファベットのどれか押せば何かしら起こるっていうね。で今最初からあるこれはコマンド Z っつってまあ1個前に戻るっていうボタンだね。だからここを押せば1個前に戻ってくれると。ある程度ね、最初からデフォルトでそのショートカットキーが割り当てられてて最初から決められてるけど、多分ここを押してこうかな、あ、これでいいんだ。これである程度このショートカットキーが割り当てられるんですよね。例えばコマンドにして、でここのキーボード E ってなってるところ、ああこうなってるんだ、 C、 これでコピーですね。スマートフォンでもあるよね、コピー&ペーストっていうのは。まあそれと一緒ですよ。だけどこのペンタブレットにはそのショートカットが12個も割り当てられるんですよね。これの何が楽って、こうペンタブで作業をしてますと、あ、1個戻りたくなったなっていう時にこうキーボードに手を伸ばしてコマンド Z って押して戻るんじゃなくて、もうここに指を置きながら、あ、戻りたいなと思ったらすぐここポンって押しちゃえばいいわけですから、これでキーボードでショートカットを押すっていう手間が省けるんですよね。これのおかげでパソコンで絵描いてる人あるあるだと思うんだけど、あのパソコンでこのコマンド Z、 コマンド Z っていう動作にこういう動きするんだけど、これに慣れすぎて普通の紙に書いてる時も、あ、ちょっと間違えたなって思ったら思わず手があの消しゴムじゃなくてこの一旦コマンド Z の動きになるんですよ。多分これ結構絵描いてる人だったら共感してくれると思うんだけどね。ここにもね、ほら数字があるんだけど、これもほら同じように多分ショートカットが、そうだね、同じだ、同じように割り当てられて、コマンド V でこれでペーストで、多分ねこれに関してはこっちはボタンだけど、こっちに関しては指で押しても多分何も反応がないから、ペンで押していろいろショートカットが使えるっていうことですよね。そんな機能が使えるのが計16個あると。だからもうこっちの物理ボタンの方で12個で、こっちのタブレット上にも16個あるから、いくつだ、計28個もショートカットが割り当てられるんですよ、このタブレット1枚に。これはかなり便利だね。というわけでね、ちょっと自分なりにいろいろ設定して試しに何かしら絵を描いてみようと思います。はい、それじゃあとりあえずショートカットキーもなんとなく割り当てたんで試し書きしてみましょうが、ちなみに僕これ使ってるソフトはね、クリップスタジオペイントっていうやつです。よいしょ、はいはいはい、おー、書ける書ける。でコマンド Z の戻るボタン僕ここに設定したんで、これを押せば、はい、戻った。あ、でも戻んなくてもよかったなって思ったら、こっちコマンド Y にしてあるんで、これを押せば、はい、戻りましたね。これ自由に戻れますと。で例えばこう1、2、3、4、5、あー、6日経った、あ、普通7日かこれで、あ、間違えたよね、あのここの時点でやっちゃったから、ちょっと戻ろうって時は1回押して、はい、消えた。でもう1回押せばさらにもう1個戻れるから、ここで、はい、6日目7日目と、遭難中かっつうの、ある程度までこうやって戻れますからね。でまた復活もできるし、書き味もいいですね。こうちゃんと筆圧に対応してくれてるからね、ペンの先端を押し込む力加減によって太くできるし細くもできる。こういうね、力の入れ具合の筆圧の調整も、うん、いい感じにできますね。こうピッっていう羽もいいね。別にサインとかじゃないんだけどね、まあ、この辺メリハリつけて描けますよ。じゃあちょっと最後にうろ覚えであのクレイジーダイヤモンド描いてみましょうか。確か頭のところが何も見てないからね、こうハートになってて、でなんだっけ、こうね、バイザーみたいな風になった気がする。で確かそう真ん中にこうなんか鎧みたいなあれがあって、鼻の部分がなんかこう隠れてた気がする。ほんと何も見てないからね、合ってるか分かんないし。でこれでなんか耳みたいなのもついてたかな。こうで、で逆か、まあ耳みたいなのがあって、でこんな鎧みたいなひょってなってるのもついてたかな、ね、逆側にも顎があって、顎にハートがあった気がする。で唇で、で目が、こんなんだっけ、全然違う気がする。こんなんだっけ、はい。で首があって、なんかこうパイプがねたくさん
書かれてて、うん、確かこんなんだった気がするんだよな。ちょっとうろ覚えの上に雑だけど、クレイジーダイモンドできました。で、今これペンだけど、はい、ちょっと絵の方はね、なかなかあれな感じだったけど、なかなかこのペンタブレットね、ショートカットキーもたくさんついてるし、書き心地もね、すごく滑らかだし、筆圧のこの感度もなかなかいいからね、結構使いやすいですね、これは。ちなみに今僕はパソコン Mac でやってるけど、Windows の方にもちゃんと対応してますからね。はい、というわけでね、今回はこちらガオモンさんより提供いただいたペンタブレットのガオモン M106K の紹介をしてきましたが、いかがだったでしょうか。一応ね、これの購入の Amazon のページと、10月15日まで有効になってる Amazon 購入する際に使える割引のクーポンなんかをね、プレゼントでいただいてるんで、もしね、購入するっていう人は使ってみたらいかがでしょうか。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それでは、また。全削除。